各ガンジーのインターネットミームの例各ガンジーは、コンピュータシミュレーションゲーム、シビライゼーションに関するインターネットミームであり、都市伝説。ミームによれば、初代シビライゼーションにはバグがあり、平和主義者の指導者であるマハトマ・ガンジーが、パラメータの算術オーバーフローによって、非常に攻撃的になり、核兵器を多用するようになるという。同シリーズのプレイヤー間でまことしやかに囁かれていた。このバグは、シビライゼーション V にて、ジョーク、イースターエッグとして、初めて公式に実装された。V 発売から2年後の2012年に、インターネットミームとして流布され、最終的に最も知られている、コンピュータゲームのバグの一つとなった。2020年、シビライゼーションの開発者、シュドマイヤーはこの都市伝説について、初めて公式に否定し、元の1991年のゲームには、この種のバグは存在しなかったと述べた。算術オーバーフローはオドメーターで説明できる。6桁のオドメーターでは0の前は 999,999 となり、8ビットの整数型変数では0の前は255となる。伝説によれば、シビライゼーションにおける、各指導者の AI には攻撃性を1から10のスケールで表すパラメータがあり、1が最も攻撃性が低く、10が最も攻撃性が高かった。他の情報源によれば、1から12のスケールがあった。インドの指導者マハトマ・ガンジーは攻撃性の評価が最も低い位置を持つゲーム中唯一の指導者であり、その結果、防衛戦争しか行えなかった。AI が政治体制をインドなどの平和な国が好む民主主義に変更すると攻撃性が2減少する。ガンジーの場合、これは負の攻撃性である-1につながる。しかし、攻撃性は0から255の範囲の値しか格納できない8ビットの符号なし整数型変数として格納されていた。そのため、負の値は算術オーバーフローを引き起こし、値は255として格納され、ガンジーは最も攻撃性の高い指導者の25倍の攻撃性を持つようになった。シビライゼーションの技術ツリーでは、一般的に核兵器は民主主義の後にアンロックされるため、インドが核武装する頃にはすでにガンジーの攻撃性は急上昇していた。これによってインドは突然核ミサイルで他の文明を攻撃するようになった。このバグは後のバージョンで修正されたとされているが、開発者はこのバグをとても気に入ったので、イースターエッグやジョークとして後のゲームに再実装することにした。他の情報源によれば、このバグはシビライゼーション2で最初に現れた。実際にはシビライゼーション2のリードゲームデザイナーであるブライアン・レイノルズによれば、シビライゼーションの攻撃性は3段階しかなく、ガンジーの AI は最も低い攻撃性だったが、それは全指導者の3分の1と同じだった。さらに、レイノルズはシビライゼーションのソースコードの記憶に基づいて、コードのこの部分には符号なし変数はなく、攻撃性が255の指導者は攻撃性が3の指導者と同じように行動するため、指導者は最も攻撃性の高い指導者より、攻撃的に行動することはないと述べた。シュドマイヤーによれば、シビライゼーションとシビライゼーション2のプログラミング言語である C と C では、すべての整数型変数はデフォルトで符号ありのため、ガンジーの攻撃性が-1に設定されていても、オーバーフローは発生しなかった。また、政治体制は AI の攻撃性に全く影響を与えないため、ガンジーの攻撃性はゲーム中ずっと同じままだった。戦争中、インドは他の文明と同じように核兵器を使用することができたが、ガンジーがエイブラハム・リンカーンや他の平和的な指導者よりも頻繁に核兵器を使用することはなかった。この伝説の由来の一つとして考えられるのは、インドは平和的かつ科学的性質の文明のため、ほとんどの敵よりも前に、核兵器を発見する傾向があることだ。ジョン・シェーファーはシビライゼーション V でガンジーを核兵器愛好家にした。シビライゼーション4ではイースターエッグとしてガンジーが核兵器を使用する傾向でまだプログラムされているという誤解が広まっていたが、フィラクシスは意図してゲームにそのような動作を追加しなかった。最初に意図して各ガンジーを含ませたのはシビライゼーション V だった。シビライゼーション V のリードゲームデザイナーであるジョン・シェーファーはガンジーのビルド、抜けとユーズ抜けのパラメータを可能な限り高い値である12に設定した。シェーファーはジョークとしてこれを行ったと語った。サティーヤ・グラハを奨励するインドの政治家が隣人を核攻撃したいと思っているのではないかと想像するのは楽しい。2010年にゲームがリリースされた後、プレイヤーはガンジーの似合わない行動に気づき、それはジ・エスケーピストのコミック、クリティカル・ミスで取り上げられた。プレイヤーはシビライゼーション V のガンジーをサーモニュークリア、世界の破壊者、クルチャトフと呼んだ。シビライゼーション V の AI 設定。ガンジーのビルド、抜けとユーズ抜けの支持が高くなっているのがよくわかる。ガンジーは実際にシビライゼーション V で最も平和的な指導者の一人だが、核兵器の製造と使用を管理する彼の AI のパラメータの値は12であり、これは指導者の中で最も高い値となっている。次に高い3人の指導者の値は8であり、ほとんどの指導者の値は4から6となっている。ゲームプレイに多様性を持たせるため、シビライゼーション V では各ゲームの開始時に、それぞれ-2から+2の間のランダムな値を加えてパラメータを調整する。ガンジーの場合、これはビルド、抜けとユーズ抜けのパラメータが最大の評価である10を下回ることは決してないことを意味する。シビライゼーション6では、AI の挙動を調節する隠し、アジェンダメカニズムを導入した。各リーダーには2つのアジェンダがあり、1つ目の各文明の歴史に基づいた一定のもので、2つ目は各ゲームの開始時にランダムで選択される。ガンジーの固定アジェンダは平和の守り手で、彼が戦争を始める可能性はとても低い。しかし、彼は2つ目のアジェンダとして、ニュークハッピーを獲得する確率が高くなっている。初代シビライゼーションが発売されてから21年後の2012年初頭、TV トロープスでツナフィッシュという名前のユーザーがシビライゼーションにはガンジーを攻撃的にするバグが存在すると主張した。ツナフィッシュが根拠を示すことはなかったものの、11月には同じ情報がウィキアに追加された。シドマイヤーによれば、その後の2年間でこの話はインターネット中に広がり、誰かがそれを疑うたびに、ウィキへのリンクが証拠として使われた。2014年には、レジットのコメント欄にて、再投稿された、ウェブコミック、クリティカルミスでなぜガンジーが攻撃的な人物として描かれているのかという議論を引き起こし、大きな注目を集めた。その10日後、ゲームニュースサイト、コタクが、ガンディーズ・サッチ・アン・アス・ホール・イン・シビライゼーションという記事を投稿し、他のニュースサイトやブログはこの情報を再掲載した。こうしたマスメディアやブロゴスフィアの関心の高さから多くのシリーズファンがこの話を知り、各ガンジーはゲームのインターネットミームやジョークとして一般的になった。また、マンデラ効果によって多くの人がシビライゼーションシリーズの最初のゲームでインドに特に悩まされたことを思い出した。後に、各ガンジーの情報が、ノーユアメメに追加され、このバグは、シビライゼーション2で最初に現れたと記載された。2019年6月18日、フィラクシスゲームズのマーケティングマネージャーである、ケビン・シュルツは中国への出張のため2週間オフラインになるというツイートを投稿し、もし広く共有され再投稿されている、初代、シビライゼーションでガンジーがバグによって核兵器を愛したという話が全くの嘘だったらどうする?という問いについて考えることを提案した。これを受けて元ユーロゲーマーのコラムニストであるクリス・ブラッドが調査報道を開始した。ブラッドは 2K の広報担当者に連絡を取り、フィラクシスの代表者とのインタビューを求めたが拒否された。その後、ブラッドは元フィラクシスのゲームデザイナーであるブルース・シェリーに連絡を取ったところ、彼はシビライゼーションの開発は30年前だったので、クリッチがあるかどうかは覚えていないと述べた。ガンジーの問題は、なんとなく覚えているが、話すべきなのは、シドだ。次に、ブラッドは、シビライゼーション2のリードゲームデザイナーであるブライアン・レイノルズに連絡を取り、シブ1のコードを見てから20年以上経っているが、それでも、ガンジーのバグは完全な作り話だと 99.99% 確信できるという回答を得た。ブラッドはもう一度ニケイとシドマイヤーに連絡を取ったが、直接的な反論はなかった。マイヤーは正解はわからないと述べたつつも、都市伝説については肯定的に受け止めており、当時の限られた技術を考えると、オリジナルのシブは多くの点で、プレイヤーの想像力を中心に行われたゲームだったという理由から私の考えをあまりにも多く広めることでそのプレイヤーが想像できることを制限するのは気が進まないと述べている。ブラッドは調査結果を YouTube に投稿した。その後、アルステヒニカのインタビューでシドマイヤーはガンジーのソフトウェアバグについての話は捏造されたものだと述べた。2020年9月8日、シドマイヤーの自伝、シドマイヤーズメモアール、A Life in Computer Gamesが発売され、同著ではこの都市伝説ができるまでに至った背景が記されている。各、ガンジーの都市伝説は、ゲームの歴史の中で最も知られているバグの一つであり、多くのインターネットミームを生み出した。また、ハーバード大学のコンピュータサイエンスコースなどで、算術オーバーフローの例として使われている。ありがとうございます。